皆さんこんばんは。大変、厳しい雰囲気の中で、教育関係ということで参りました。今日はこんな立派な会でお話をさせていただく、大変光栄なことと感謝しております。どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介いただきましたように、私は14年間、平成15年から29年まで14年間横浜市の教育委員を務めました。そしてその間、制度改正でそのポストがなくなるまで9年間教育委員長を務めております。まあ、そんなことで、今日の今お話のちょっとあれは国のレベルの話、今度私の方は地方のレベルの教科書教育委員会がどう採択してきたかというふうな話になるわけでございますけれども、今日は資料を用意させていただいて、その後ろに新聞記事がございます。産経新聞ではございません、朝日新聞でございます。私はこれは1ヶ月前の7月21日の朝日新聞の神奈川版でございます。私は朝日新聞はそんなに得意とはしておりません。この朝日の記者からインタビューの申し出があったときに、まあな、朝日は俺のことをいい記事書いてくれたことないし、もう僕は自分の言いたいことは自分の書いた本にいっぱい書いてあるから、もうインタビューは本を読んで君が適当に書いてくれればいいよというふうに断りました。しかし10日ほどしてまた電話がかかってきまして、先生ぜひインタビューをさせてください、本読んだかね、読みました、その感想はどうだ、仕事をする上において背中を押された気がしました。よし、まあ、そんならどんな記事になるか分からんけども、じゃあそんなら君、会おうということで会いました。それでしかしその俺の本の宣伝もきちっとやってくれよということを言いました。ちょっと字が小さくて見にくいんですけども、この最初のところに、横浜市は2009年に18区中8区で住者の歴史、11年15年に全市一括で育法者の歴史公民と新しい歴史教科書を作る会系の教科書を選んできた、その中心にいたのが教育委員を10年務めた今田忠彦だと書いてあります。でこの辺のこの真ん中のあたりに、教科書に対しどんな思いを持っていましたか。私は今の教科書じゃとにかく国や郷土に誇りも愛着も生まれないよと、そういうのが私の思いでありまして、戦争で勝った方にも負けた方にも正義があるぞと、バランスよく書くべきである、家族愛、地域愛、兄弟愛、祖国愛は、これはもう一番の原点じゃないか。それから終わりの方に、最後の段に、横浜では最も左側と言われた日本書籍の教科書が採択されて続けてきた、実は35年間採択されてきました、日本書籍の教科書が。まあ、そういう土壌の中で、まあ、作る会計を選ぶことができたのはなぜですか。みんながなんとなく思っていたことを引き出す勇気があっただけです。まあ、謙虚にこの辺は新聞記事ですから書いてくれましたし、私もまあそのようなことを申しました。そんなことを踏まえた上で、このレジュメの表の方をご覧いただきますと、今国の検定の話がございました。これはもう今長谷大臣もいろいろお話がありましたように、これは教科書の場合は国の検定を合格して、そしてそれを合格した者が地方へ来て、地方の教育委員会で選んでもらわなければ子どもたちの手元に行けません。まあ、国の検定はこれはまあ俗に言う左に甘く右に厳しいという噂もある。私は今回一発不合格という報道に接しましたときに、まあ随分不遜だな、随分傲慢だなというのが長く役人をやってきた人間の感性でした。まあ中身の詳しいことはこれはこれからでまたいろいろ研究がなされるんでしょうけども、地方の自治体の教育委員会の採択でもこれもまたいろいろ課題があります。実は本当に教育委員は真剣に本を読み比べて勉強したのかどうか、そして静謐な環境の中で、静かな環境の中で選べる環境になっているか、まあ、これが現実問題としてなかなか厳しいところです。横浜の採択の場合にはこのレジュメに書きましたけれども、作る会計の教科書不採択運動、これを特定団体、
これは特定団体子どもと教科書全国ネット21というのがありますね。詳しい方はよくご存じでしょう。家長教科書裁判訴訟の精神を引き継いだ団体、これは全国ネットです。その全国ネットのこの団体は横浜を危ない地域に指定して、横浜の住人からするととんでもない話だと、横浜は危ない地域だ、そして自由車番も育法車番も子どもたちに渡さないためにという格好で運動をやるわけです。私は教育委員になるまでにそんな団体があるなんてことはもちろん知りませんでした。その団体、それ以外に各区ごとにこの教科書に作る会系の教科書に反対する会があり、それから、地元である横浜の先生の組合、横浜はやっぱり人口が多いですから1万6000人ぐらい先生がいます。組織率も高いですね。今はだいぶ下がりましたけれども、それでも 65% ぐらい。日教組の組織率はかなりオールジャパンでは下がってますね。もう 30% 切ってるって言いますけれども、でも浜教組の組織率は高い。そして選挙になると組長選挙に応援をする、国会議員も出す、市会議員も出す、そういう中で作る会計は反対だ。そこで、その上に今度はマスコミが、地元の神奈川新聞、これは朝日新聞の系列ですけれども、それに加えて毎日東京、そういうものがその運動の後押しをする。これは実は私もここで言うのもあれなんですが、この21年に従者の教科書を採択しましたときに、朝日新聞の社説で非難されました。その国の検討を経た教科書を、法律上権限を委ねられた教育委員が適正な職務を履行して、そして非難される。私は自分でなんですけれども、この新聞記事にも書いてある通り、秘書課長だ、財政部長だ、総務局長ということを経験して、自分で言うのもなんだけども、わりかし公務員の鏡ぐらい真面目な男だなと思ってるのに大変な非難でした。そしてそういうことをいろいろ振り返りますと、やはりこの教科書採択というのは、やはり教科書採択というのは、やはりそれを通じて本当にイデオロギー闘争になってるな、もう本当にそうなってるなということを感じます。長い年月をかけてしっかりと自分たちの意識を植え込んでいこうよ。要は長谷先生もおいでになりますけれども、選挙運動のように派手ではないんだけども、地道に静かに先行的にやっていく。これは昭和27年にその共産党当時の、時間がもうそろそろということですので、本当は次また機会があればということであれですが、いずれにしろ一つだけ共産党代議士の志賀義雄が言ったと言いますね。何も武装闘争など必要じゃない。共産党が作った教科書を社会主義革命を信奉する日教組の先生が教えれば、30年40年後にその青年が国を指導者となってリーダーとなる、教育で革命はできる。やっぱりそれがそのまま生きてるとは思いませんけれども、そういう精神はやっぱり静かに生きてるのかも分かりません。時間があれでございます。レジュメの中に、僕は歪められた教科書のもたらした弊害というのは2つあると思ってます。1つは、日本文化に興味、関心を示さない若者が増えてきている。それから、国家に軸足を置かない無国籍市民が増えている。それから、中国や韓国との間での歴史認識の問題、これが大きく残っている。これから必要なことというのは、戦後75年が経って、いろいろ我々が学校教育では教えられなかった、知らなかったことが明らかになってきました。そういう意味でいくと、それを反映した、しっかり書き込んだ歴史教科書、それがぜひ必要じゃないのかな。そして日本人自身が学び直す、そしてそれをある意味で国際社会に、高橋翔郎先生がいろいろ国際社会で活躍されてますけれども、誤解を解く努力を継続していく、勇気と忍耐のいることですけれども、道は長く厳しいけれども、その連鎖を断ち切る、そこに真のある意味でまともな国家になり、真の鎮魂があるのかなというふうに思います。歴史教育を通じてこそ、本当の日本人の誇りを取り戻せるのではないのかな。
そんなふうなことが私の教育委員としての経験の一端でございます。今日は貴重な時間をいただきましてありがとうございました。